どうもなべです。この前クーガのねコンプリートセレクションコンセレのやつで動画出したんですけど、こっちも届いてました。はい、バンダイさんが来ましたね。はい、デラックスネオディケイドライバー、これはですね今現在放送中の仮面ライダージオーに登場する仮面ライダーディケイド、カドヤツカサがディケイドに変身するときに使う、まあ、新しいビルドですね。なんかね、今回このそのジオに出てくるディケイドのビルドはピンクなんですよ。多分あれピンクじゃなくてディケイドカラーのマゼンダだと思うんですけど、そう、なんかね、ジオに出てくるね、ディケイドはね、パワーアップしてて、本当に当時のね、放送だとね、平成のクーガから牙までしか変身できなかったんですけど、今回ね、ジオに出てくるこのディケイドはね、ダブルからジオまで変身できるんですよ。そうそう、ダブル以降の平成2期のライダーに変身できるようになってパワーアップしてるんですね、ベルトも。おお、かっこいいんだよね、ほんとに。ディケイドはね、ジオと同じで、ディケイドは平成10周年の仮面ライダーですから、うん。半年で終わっちゃったんですけどね、ちょくちょくと出てきてはいますね。おお、来た。おお、はい、これでございます。仮面ライドって書いてあるね。ほら、ピンクでしょ。ほんとはこれ白なんですけど、変わりましたね。そうで、ここにほらね、各ライダーのマークがあると思うんですけど、本当はね、牙までしかなかったんですけど、こういう風にもう裏見るとわかるんですけども、ほら、ダブル以降のねライダーにもなんと変身できちゃうんでございます。まあ強化版のライ仮面ね、強化版の変身ベルトかな。ちょっとだけ見ようかね。さあ、うわ、カードめっちゃ入ってんじゃん。これ見て、この分厚い量、こんな入ってるよ。昔のガンバライドってね、こんな感じだったんだよ。昔のガンバライド、今ガンバライジングって名前ですけど、そう、このバーコード読み込んでね、変身スキャンするやつ。ちょっとカードだけ見ます。ベルトがこのピンクのやつです。すごいすごい。あ、違うわ。触った感じなんかプラスチックっぽいかと思ったらプラスチックじゃなかったわ。おー、すごい。あー、やっぱこんな感じか。なんかプラスチック、なんかプラスチックじゃね、これ。プラスチックだよ、これ多分。紙じゃなくね、これ。おー、ちゃんと英語しようですね。ほら、こっからがね、ダブルとかオーズとかね、フォーゼ、ウィザードとか、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼイド、ビルド、ジオまでありますし、あとねファイナルアタックライドも各それぞれあります。おお、あ、ファイナルホームライドもあるじゃん。あ、これは平成だけですね。ああ、すごい。まあ、とかプラスチックだよね、多分紙じゃないと思うんだけど、多分プラスチック、なんかカードがさ、多分プラスチックっぽくなってるはず。うん、なんか当時のガンバライドのカードじゃないよ、これ。あー、変わったな。ほら、真っピンクだよ。電池は入ってないと思うんですけど、入ってないか、入れるか、なんか、そう。まあね、またディケイドのこの動画も出したいと思うので、はい、今日はちょっとね、届いたよっていう、少し開けたっていうだけでございます。よいしょ。はい、というわけでね、バンダイさんからデラックス、ネオディケイドライバーが届いてるという動画でございました。またね、詳しい音声とかは別の動画で出したいと思います。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ。